しかったダメだって思ってるんじゃないかな。僕もそうだよ、分かってあげるから、君を少しでも間違え、思い描いたままでいいよ。つまずくことも必要なんだ。また転ばるよ。手応えないで足を止めないでね。そのペースで行こう。どこに向かおうかなんて、何も何も決めないよ。伝えてよ、知りたいって思ってるんだろうけど、忘れようとすれば忘れられないだろう。そのまま進んでればいいよ。リマインドしないように隠しておくから、記憶に座らぬよ。それだけでいいんだ、もう一度そのわけもずっと見えないように、ずっと見ないよ。選ぶことが意味なんだから、ね、それもこれも必要だから、取りこぼさるよ。諦めないで思い出していいから、
します。